はい、いうわけで今ね車が入ってった方なんですけど、なんか昔ね鉱山がねあったらしいです。山に宝って書いて山宝なのかな、ちょっと読み方がわからないですけども、鉱山があったということでちょっと行ってみようかなと思います。ファンタの古い古い缶があります。相当、昔のやつだと思います。飲み口が古いので、
で、ただね、一つの、なんかまあ手がかりというか、あるのではないかという、あるのではないかというね、可能性は、目の前にホースがあるんですけども、おそらく、鉱山の、水をね、排水するためのものなのかなと思います。だから、この上に、もしかしたらあるのかもしれないですけど、ちょっと、足場が悪すぎ、2日目でございます、2日目はかなり、装備というか下準備をしてやってきました。鉱山があった場所なんですけども、前回は到達ができなかったんですけど、今回はちょっといろいろね情報を集めまして、ちょっと探っていこうかなと思います。で、この車を止めたのがこの下にあるんですけども、駐車場というね、看板があったんですけど、まあ、やはりこの鉱山の見学のための駐車場のような感じです。よし、行きます。これは電線というか、部屋の中に、電気のケーブルがつながってるんですけど、まあそれに関係したものだと思います。昨日はこのずり山を登ったんですけど、途中でね、こけてしまって、諦めたんですけど、相当な急斜面です。
おそらくね、あの何もない、ズリ山、岩だらけのとこ通るよりかは、こういう木のあるちょっと下に落ち葉が積もってるような場所の方がちょっと安定感がいいかもしれません。こんなとこにあのちょっとエッチな感じの本があります。おそらくあのどうなんだ、比較的でも新しいような、2015年発行って書いてます。誰か訪れるかなかもしれません。あ、でもこれ感じ的には道が昔あったような雰囲気です。ここにあの見えるかな、印があるので、おそらくあのここが何かの道だったと思います。まあこの長年のまあ土石流とか、まあそういう土砂崩れで道はもうちょっと怪しくなってるんですけども、何かしらの痕跡というか道があったような雰囲気が残っています。ちょっとなんか怪しい道があります。
スライ第2号スライム直送ポンプ。その上にもまだ建物が下にあります。これは電気部屋、電気の関係の建物です。これはブレーカーかな。で、多分おそらく先ほどの車の上にあったヒューズというか、そういうものは多分こういうところから流れてきたのかもしれない。ありました、多分これがおそらく坑道ですね。ここから入っていくのかなと思います。今は完全に閉鎖されてます。やっと見つけました、最初ね入ったとこから、だいぶ右側ですね。だいぶ右側です。で、その建物、さっき見たあの発電関係の建物の下にこの、鉱山の坑道へのね入り口になってます。もう相当古そうなね、扉、頑丈な扉が今も残っております。ちょっとびっくりしました。でももうほとんど多分長い間ここは人が近づこうとなかったんでしょうね。おそらくね、その当時はここまで、車
入れたのかな、まあなんかそんな感じの道幅がまだ残ってます。で、おそらくこの下からじゃなくて他の方面からも行くことができたんじゃないかなっていう感じです。上にも道がありましたんで、はい、でさっきの、ずり山から下に降りて普通の道にやってきました。で、まあ、この目の前にこのずっと奥か先ほどの、鉱山があるんですけども、この下にまだなんかさっき見た、スライム流層ポンプっていうのがあります。でこの下にも石垣があって、まあ、ちょっと下作業場だったのかなっていうような、雰囲気が残ってます。多分ここで集めて、で目の前に成和川が流れているので、そこから高瀬舟とかで、海というか下の方にね送ってたのかなって思います。で先ほど入った鉱山なんですけども、一体何なんだということで、昭和33年、1958年に開山された鉱山跡ですと。1970年頃に閉山したそうですが、詳しいことはよくわかりません。自鉄鉱、黄銅鉱など採掘されたそうですと。ここにもね、なんか穴が存在します。まあこの決して防空壕ではないということです。ここが、鉱山のもう一つの入り口。もしかしたら先ほど、あ、でもそんなことはないか。まあここも同じ鉱山の一部なんですけど、つながってるかはちょっと不明です。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。本当に自然豊かなこの地に鉱山があったということです。三方鉱山、山と宝と書いて、でもかなりね離れた場所にもその鉱道が存在しているということで、もう本当に多分おそらくこのエリアは品質のいいものがたくさん取れたんでしょうね、いう感じでございます。ちょっとねやはり普通の感じでいくと絶対危険なので、やっぱそれなりの装備、まあ装備しても多分難しいと思うんですけども、まあ、こういうものがあるということでだけ知っていただけたらなと思います。で多分おそらくね昔、まあ、降りてくるときちゃんとした道があったんで、ちゃんとしたというか、まあ、昔ちゃんとしてたと思うんですけども、ほんま登山道的な感じの道がありました。一部ですけど、ずり山の急斜面通ってみたいな。まあちょっと、ま、興味ある方、いろいろ調べてみてください。ありがとうございました。この動画をいい
いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。